すごいですよね。めちゃめちゃ可愛いんで。あ、可愛いんですか。なんでちょっとロビーの方も期待していただけると思います。 S はどこかというと、あ、 S が、あ、 S ちゃん、ここに S ちゃんがいますね。こういう位置に来るんですね。そうですね、このキャラ、このキャラ性何あ、その話します。左右非対称じゃないかって話しちゃいますね。あ、確かに、ね、話しますあの左に比べて右がちょっと空いてるような気がしないじゃないですけど、めちゃ不自然ですよね、あの位置。あ、すごい、いろんなカラー、あー、かわいい。これ、あ、これな、え、これ森さんのおすすめ。これ見せちゃいますか。これ見せちゃいます。これカラーが、はい、11、俺が一番好きなエクスプレイズカラー、いいですね。あ、ここまでかな。今ここまでかな。とりあえずノーマルで、ノーマルノーマルで、あれですね、ゲームのあれですね、操作タイプも、あれですね、スタイリッシュを選ぶと初心者でもかなり快適にプレイができる。初心者というか、あの最初にちょっとコンボ知りたいなと思う方は、それでまずスタイリッシュタイプで遊んでいただけると、あ、こういう感じのコンボがあるんだっていうのが分かっていただけると思います。じゃあ、ある程度格闘ゲームに慣れてる方も、はい、とりあえずそれでコンボとかこういうのができるんだっていうのは見て、そうです、スタイリッシュモードだと、あ、タイプだとボタン連打してるととりあえずの基本的なコンボをやってみてくれるんですよ。なんでちょっとそっちの方で覚えていただけると、はい、嬉しいなと思います。森さん、運が悪かったっす。BGM が S の方じゃなくてラグナの方になっちゃいました。あー、運が悪かった。運が悪かった。なんてことでしょう。なんてことでしょう。まあね、画面で見てる人は今これしか見れないけど、後で皆さん上で体験プレイしていただけるときは、ね、S の BGM が聞けると思いますので、はい、まあ、というわけで S のドライブからいきますか。はい、まずはこのドライブはクレストアーツというドライブですね。 D ボタンを押すと、お、そこに気づくと僕はお目が高い。このギャラかなり揺れますね。そんなこんなで、ちょっと待ってください、 CPU が落ち着いてないんですが、じゃあまずドライブからいきましょう。クレストアーツはまず初段が斬撃を行って、2段目でこのクレストという紋章がですね、追加攻撃を行って、時間差攻撃かな、初段が当たって2段目が当たってくれるっていう。ただこれは立ち位でやってるんですけども、しゃがみ2とかだともう少し、なんだこいつやめてくれ、しゃがみ2をやると、おい、しゃがみ2をやるとこんな感じでちょっと紋章が残って時間差で攻撃してくれるという性能になってます。で、まあ、ジャンプ D とか全ての前 D とか全部がこのようになっておりまして、まあ、ジャンプ D とかはかなりクレストが攻撃が出るまで時間かかるので、まあ、これを出して、まあ、画面をこう抑制する感じに使うこともできますね。じゃあペイントで出してその紋章のみを当てるとかっていう、そうですね、そういうことも可能ですね。こんな感じで置いとけば、まあ、D が上書きされちゃうんで何十にも出せないんですよ、はい、何個もは出せないんです、はい、1画面に出せる紋章は1個なんですけども、こんな感じで出しておけば相手の上からの攻めを抑制できたりとか、そういう使い方もできます。攻撃を当てるだけではなくて設置技としての意味もあるという感じになっております。というわけで、では次必殺技いきましょうか。これが飛び道具タイプシューターブルーノという必殺技です。これ飛び道具これだけだとちょっと、まあ普通の飛び道具かなっていうオーラがするんです。お、時間止めてくれた、ありがたい。これがですね、なんと追加攻撃に一発飛ばすことができます。で、この飛び道具すごい卑怯なんですよ。僕はこの飛び道具で森さんを倒したことがある。この飛び道具だけで森さんを倒しました。で、これなんで見ていただければ分かると思うんですけど、この技は空中でも出すことができまして、で、さらに B 版だと各 B 版と A 版がありまして、 A 版がこれで B 版がこっちにつけていけばいい。 B 版と A 版を交互に出すとこのように2つの弾が一緒になってもうより大きな弾として飛んでいくという性能があり、さらに空中版は角度を変える B 版なんですけど、こっちでクリオだったらまた楽なんでした。また楽なんです。運悪いですね。さあ次がグリフレッドという必殺技ですね。これがもうこれ見た感じの無敵対空技というやつですね、はい、これが相手の飛びを落とす、また切り返しとしても優秀な必殺技となっております。そして次が可愛いと話題のアサルタエレックという技なんですけど、これが失敗すると尻もちついちゃうんですけど、これがですね、立ってる相手にしか当たらないんですけど、当てるとこういう幸せ投げを決めてくれるという、幸せ投げ生まれて投げてくれるという、
技になっております。で、まあ、こんな感じで相手を投げる技で、でこれとこれが、立ちガードができない投げなんですけど、逆にしゃがみガードができない技がありまして、これがやめてください、これがスラッタイプスラッシュガウェイっていう技なんですけど、これが逆にしゃがみガードができない必殺技になっておりまして、でモーションが結構さっきのと同じ飛び上がるモーションなので、結構相手を惑わすことができると。でこれがはめると、まあ、発生が遅くなる代わりに硬直が短くなる、隙が短くなるので、これが当たれば相手にコンボを決めることができると。でさらに相手に相手の打点の低い技とかを避けるっていう使い方もできるので、まあ、相手があの下にスピーチの長い技を振ってるときはこれで避けたりとか、そういう使い方もできますという感じですね。死んだ、さあボコボコされてます。死んだ。あ、挑発してしまった。あ、ちなみに挑発するときのこのモーションのこの揺れっぷりがすごいと開発の中では話題なんですけど、これが開発の中では話題なんですけど、じゃあ次行きましょうか。で、突進技のモルドレッドという技があります。死んだ。あ、いやこれはあの格ゲーやってる人だったら分かるもの。あ、なるほど、今の技には飛び道具に対する無敵がついていないんだというっていうアピールですね。あ、なるほどですね。これが、モルドレッドという必殺技になっております。相手の距離まで突っ込んでいって斬撃を行う、まあ、突進技ですね。ハードされてもこれで追加攻撃でまだ技がけができるという性能になっております。では突進技以上で、さらに空中コンボの締めとしてというと、まあ、かなりいやらしいことになります。これあの相手の頭上トゥントゥンってやってもう一回動けるので、着地すると見せかけて、まあ、もう一回再行動して空中でもう一回動いて相手の対空行動を出したりとか、結構相手を惑わす性能もありつつも相手のダウンを取れるので、また楽なんですね。また楽なんですね。ちょっとやってみようかな。こんな感じでなんかダウンを奪ったりとか、 C ボタンがない、あった待ってくださいね。ちょっと中央に来てほしい、中央に来てほしい、中央に来てほしい、来た。ボタンが違う、おいこれボタンが違う。このプレイでまとめてほしいです。なるほど、なるほど、なるほど。まあそういういろいろあるということで。で、大事なのがこのエンチャンターボールスという一つ技があります。これやるとあの S のヒートゲージの上にアイコンが出てると思うんですけど、これがダメージ食らったりしちゃうと消えちゃうんですけど、これを使っているうちは一つ技が強化されます。さっきの中段技のガウェインが紋章が1個出た後に、さっき1個だけだったと思うんですけど、ボールスを使った後だと2個目が出るという、これが出てると、まあ、これがヒットした後に、まあ、コンボに行けたりとか、こんな感じでコンボに行ける性能になったりですね。でこのグリフレッドとかも追加攻撃が出るので、こんな感じで、まあ、無敵対空から追加攻撃が出せるという感じの性能になっております。こんな感じで動けるので、まあなんかこんなコンボができますっていう感じの S ちゃんです。でディストーションも紹介したいんですけど、これ多分ゲージがたまらないのでどうしようかなっていう感じなんですけど、挑発効かせればたまるかもしんない。マスを充填しても挑発してもゲージが増えないシステム、なるほど、なので、はい、エクシードアクセルをヒットさせましょう。これがエクシードアクセル、ランスロットっていう派手なエクシードアクセルも持ってたりします。いやー、エクシードアクセルがランスロットだったらアストラリーダー何だったんでしょうね。な、まあ